皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回も青鬼オンライン物語シリーズコラボやっていきたいと思います。さあ今回やっていくのはハードモード5回の最終回やっていくぜ。さあこのカニのステージハードモードになると結構やばい気がするけどやっていくぞ。さあ混乱発生、拡散弾要注意、敵要注意、8本鍵収集後脱出ということで、まあ、ルール出して変わんないけど、さあここでね、あの鍵があって、あーしまったやばい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 、よし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 、危なかった、しょっぱなからやられると思った。さあここでね、おっとやっぱ雷来るよね。混乱雷拡散弾で、こっちだって今回からこのねコラボスからあの初めて導入されたこの動く針、これがなかなかね厄介なんですよ。追い詰められたですね。ああそうでした、こっちそうでしたよね、失礼しました。やったよね、もうこれやっちゃったよね、本当にもうこれね、なぜ気づかない。さあ席が出てきて、でこっから一回プシューってやるから OK、 ここは変わる、そこここでかわせるんだね。ちょっと次からやってみようか。でここで待つんだけど、雷とこの拡散弾に注意で、下から行った方がいいかな、やっぱり下からやってって、いやーしまったー、やばい、やめてよ、して触らないで、あーはー、ちくしょう、もう青鬼に今あの俺のこと捕まえた瞬間にスーッと中のお疲れーって感じで帰ってったと、ちくしょうめ。さあこうやって避けて、やべえこれクリアできっかなー、これね、なんかあのまあいつものパターンでだいぶ時間かかると思うんだよね、これね。あー危ねー。今のは頭かすってったぜ。さあ、ここで一回、しっかり止まる方まで意識しといて。で、こっち、あおー気づかんかった。いやー、すげー位置で弾飛んできたな、今の。見えねえって、あれ。だから、いつも言ってるけどさ、このコラボのね、この拡散弾のステージになると、さあ、カニが横通り過ぎてって、ここで待つ。いいよ。さあってここで早くして早くして、意外とこのね待ってる時間が長いからね、何秒くらい、3秒くらいかな。さあ一回ここで止まって、いいよ、こっち行ってって、でここに行っちゃいけないんだよね、多分下から来たから。そうだね、上にいなきゃダメ。そうそう、まあ、あのこの拡散弾があるステージで自分何回も行ってるんですけども、やっぱりおお、なんだよ雷かよ、マジかマジかよ。全然見えんかった。かぶってるとね、やっぱり、雷の位置が全然わからないから、やっていくよ。ああ、それ当たんのかい、それ当たんのかい、まったく。さあ、鍵まず1個。やべえぞ、鍵が4つ以降進めてないぞ。4つか3つ以降か。こっち行ってって。さあ、1回止まりの。ここ取れるかな、取れないか、頑張ってて。さあ遺跡の鍵で端っこ行って、雷だからこれね、落ちた瞬間に行ってもね、これ当たり判定まだ残ってるから要注意。でこの狭い範囲でくそ止まってるのが俺はかなりダメだし、拡散弾がそろそろ来る、それに気をつけて。でね、あの一つのところに止まってると雷がやっぱり自分のところ落ちてきやすくって俺は感じてるから、こまめに動いてね、あの雷を散らしていくんだけど、あー、タイミング、超タイミングいいじゃねえかよ、君このゲームうまいね。追い詰めるのはね、本当に青鬼のお箱ですからね、やれやれ、やばいね、これはやばい、これはやばい、やばい、クリアできるのか、これは。さあこっちのハリさん、 OK、 遺跡の鍵ゲッチュー、やって、あ、ボジュブワー、迷いがあるとね、ああいう風になるんですよ、皆さん。気をつけようね、本当に。一瞬でも迷っちゃダメ。引くのか進むのか、しっかり、それで死ぬの、それでやられるぐらい、うん、迷ってやられるぐらいになったら、あの、本当にもう突っ切った方がいいからね。おお、今何に当たったんだよなんだよ、今の何に当たったんだよ、本当に。いや、まあ、あの、雷の残りがなんですけど。さて、これほどシビアなステージで俺は本当にクリアできるのか、若干今もうちょっと心折れかけてるぞ。早くもこういうパターンでね、もうあの
絶対あの1時間以上 やり続けないとクリアできないから、さあこれで2秒か3秒ぐらい待って、さあレッツゴー。いやーこれ拡散弾全然見えねえな、今上通ったけど、どうなんだこれは。ブーいや見えないって言った直後にやられたね、本当にマジ勘弁してほしいわ。いやーきついなーこれ、意外といけるかなと思ったけどきついねー。やっぱりせめてこの暗転だけ、あぶねー、ちょっとまた迷っちゃった。あれだけ迷うなってゴーゴーしといて迷ったからね。さてこの3つ4つ5つ5つまで取る、うーいそうでした。でこれは大丈夫、ここ行けて、あーやばい迷った、ちくしょー取れてなかったからねー。さあっという間に9回、やべえよ全然できねえ、早すぎだよ9回コンティニューすんの。さあもう一回やってくぞ、混乱発生だよ。でも俺の頭の中はもうパニックだよ本当に、もう混乱してるわ。嘘コツメカワウソだよ本当に、もうカワウソが出てくるって本当に、もう助けてゲロコアですよ本当に、嘘コツメカワウソ。さあで幸せかな子の一生が出てきて、ここでそっちにいるからこう避ける、上行って、ここは間に合う、オッケー、いや、ここまではスムーズだよ。でここら辺にそろそろね、そう拡散弾が来るから、いけるかなこれ、よし行けた、あー見えねえって、やめろって。頼むって。クリアさせてくれよ。そんな意地悪することねえじゃん。ノーマルモード、そんな、ねえ、そこまで難しくないねって言ってたばっかじゃん。違う？そうでしょ？そうやってって、成績ないゲッチュ。こっち行ってって、そうでした。止まった一等。あ、なんで来んの？なんで来んの？ちょっと待って、なんで来んのよ。嘘、今の見つかったか、マジか。え、さっき見つかってなかったよな。あ、びっくりした、今。なんで来てんのって思った。いきなりなんかあの、普通のお肉入ってきたかと思ったよ。さあ、このカニを一回見送って、ちょっともう、早くもね、ため息してますよ。編集でね、本当にここ何分になるかわかんないけども、俺もう、これ、この時点でもう、30分くらいやってっからさ。そうなんだよね。さあ一回待って。ああ、お前さっきまでそうじゃなかったじゃん。下だったじゃん。拡散弾。なんでいきなり上になんのよ。さあ、もう一回遺跡の鍵ゲットして、こうやってカニ。いいよ。こっち行ってって。さあ、慎重にやっていこうか。いいよ、オッケー。で、一番下通っていく。一番下通らない方がいいのかな？どうなんだろう？中は止まった方がいいのかな？そうだよね。これ、通れなかったか。ちょっと止まらずに勇気出して行ってみたんだけど。追跡の方にゲッチューして。で、ここは上止まってからにしよう。オッケー。ここはもういける。いける。よし。ここはいけるんだな。うおーい！見つからずに済む。さあ、早く。よし。よし、いける！これいけるね。これいけるね、6個。で、キギがこっちの端っこで。で、そろそろカニも来るから、ちょっと早く行きたいんだけど。そう、ここでね、オッケー、7個ゲット、よし、あと1個、あと1個どこだ。いや、よし、もうこれでクリアする。あ、危ねえ、危ないって。よし、あと1個どこ、どこだ、ちょっと待って、クリアさせてお願い。クリアさせてくれ、頼む。ゆうせ、あ、どこだ、あれ、カニどこ、あと1個どこだ。うわぁ、なんだよ、くそー、今のはクリアしたかった、ちくしょう。なんでだよ、いいじゃんかよ、おい、やめてよ、ほんとに。おい。やってくれたね。本当に。今の一撃で、心折れかけたよ。結構今、ヒビじゃなくて、もうポキって言ってるからね、もう俺。
ポッキーのお菓子の波にポッキーしてるけども、心がポッキーしてるけども、この皆さん視聴者のためにやりなきゃいけない。これは、ああ、見つか、それ見つかんのかーい。ちくしょう。いつまで俺はこのちくしょうと言えばいいんだ。さあ、こっち行ってって。いやー、あれでももったいなかったな、本当に。あれはクリアできたなー。いや、クリアできたなって言った瞬間に、雷落ちてくるのやめい、本当に。さあ、こっち行くぞー。先々のバゲゲ中。はい、行って。早く行って。はい、出して。お客さんだ。そう。さあ、こっち行ってって。いいよ。いいよ、先々のバゲゲ中。ね、ここで、ああ、今のよく当たんなかったな。で、ここはいけんのか？ここまでもう止まっちゃったらでも行かない方がいい。で下だね、OK。いや、本当にね、たまーに本当に軌道変わることがあるからね、それだけは本当にマジで勘弁してほしい。ウェイということで、ハイボール取れる、ウェイ。はい、また9回終わりました。早い。さあ、もう1回、3枚ゲットして、やっていくぞ。だって今日23日でさ、ラストなんだもん。今日上がってるのはさ、多分リアルタイムじゃないんだけど、あれなんだよ、今日が最終日なんだよ。だから絶対にクリアしないといけないんだよ。さあ行くぞ。さあレッツゴーレッツゴーレッツゴー。あ、やべ、あ、取れなかった、危ねえ。やめろってそういうのは。いいよ、これも取れる、オッケー。意外と取れちゃうな、これは。いいリズムか。おお、な、そのたまに止まるのやめて。で、これで、はい、オッケー。よい、関根が激中。おー、何今の。おー、びっくりした。今のなんかノイズみたいなの入ってくるの、なんだったの今の。びっくりした。いや、リアルにびっくりしちゃう今。さあ、こっち遺跡の鍵で、ここにいれば当たらない。そうだね、オッケー。こっちは刺したいって言って一回待つ。で、こっちに逃げれる範囲の上を選んで、で、あとテク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 下歩いていって、ここで一回ストップ。オッケー。で、ここの青鬼は上に行くまで、で、ここは無理せずに、逃げ道のルートを確保しつつ、OK、ゲッチュ。遺跡の脇。よし。ここで行ってって、ここでは絶対見つかっちゃうから、止まる。オッケー、これはいけないよね。いいよ、警戒して、拡散弾も警戒しつつ、なんで上から行った？危ねえ。で、オッケー、これだ。あー、来るかー、来い。よし、行け。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。で、ここで一回やりつくの。あー、なんでそっちか、そんなタイミングよく来るの。もう一回。やめてー、もうよして。クリアさせてくれ。頼むよ。頼むよ。クリアさせてくれ。めっちゃ疲れたから。やっちゃん疲れちゃったから本当にもう、もうこれでね、かれこれもう最低でも20何回ぐらい、23回ぐらいやってるから、さすがに疲れるんですよ。ちょっとね、これ最、しかも最終日で、休憩時間中、仕事の合間でやってるからさ、これ仕事の合間だからさ、俺あんまし、無茶できないんですよね。さ、今回はよく一個、ここがね、一番、余っちゃうから、こっから先にやっちゃうスペースだけど、来ないでやめてよしこ。沢田健二、夏目漱石、あんたなんて清原、顔はペプシマ。さあ、うちの地元ではこの替え歌でした。さあ、そんな子供の懐かしい時代を置いといて、本当にね、いや、本当にね、今日のね、今の23時のね、2時とかなんですよ。から、早いとこ、ちょっとクリアしなくちゃいけないんだけど、クリアできんのかな、これ。さ、一回止まってって。これ初、実況してて初めてのこれ、コラボクリアできないパターンってあるか？でも本当にそうなっちゃいそうで、めっちゃ怖いんだよね、俺今。さ、やめてくれよ。さ、なんとしてもクリアするんだ。さ、OK、こっち行って。これは取れないから、一回止まって、いいよ。そんなん来るなよ。はい。で、上の方から行こうか。どうしようかな。上から行くか。上から行くか。ここに巡回鬼を気をつけて、せこちっけちゅう。で、回ってっ
で、で、ここは真ん中は大丈夫なはず。OK。で、これで、下行って、この鍵、OK。いいよ。いいよ。OK。ラスト1個。ラスト1。行くぞ。行くぞ。もうクリアするよ。絶対クリアする。これももう時間ないからね、今。今2時だから、大丈夫。慎重に。慎重に行こう。大丈夫。焦る時間じゃない。まだ焦る時間じゃない。大丈夫、まだ。あー、そっち来た。くそ、くあー、なんでだー。くそー。うわー。今のやったな、今のはやった、あやったわ。ちょっと今やっと初めて鍵8つ取れた瞬間にこんなちょっぱいでやめるの本当に勘弁してほしい。マジで今の心がね、バッキバキボキだよ。ベキバキボキボキさあなってって、やっちゃんの心がすでにもう弾け飛んでる。やめて、やっちゃんのライフはゼロよと、アンズー。初期ではもうちょっとなんかヒロイン的な、まあ、て学生っぽいヒロイン的なキャラだったじゃねえかよ、アンズー。ということで、こっち行ってって、もうね、昔の初期のね、結構生々しいブラックな遊戯王がね、好きだった私でしたけど、こっち行ってって、うーい、見つかるー、長くない、チェイス長くなー。思ったんだけどさ、巡回鬼のチェイス長すぎだよね、これ。こんな長かったっけ、いつも。アップデートでなんかすごい長くしてるのかな。めちゃくちゃ長いよね。あれだけなんかやられたら、逃げきれんわ。さあ、でもう一回、やってくるんだけど、で、いつになったらクリアできるのか、本当に今、やばいな。2時、あと、リミットがあと、リミットがあとガチで30分しかない。やばい、早くちょっとマジクリアしないと。集中、本当に集中しないと。マジでクリアできないとか、なんだろう、シャレになんないから。あぶね、いいよ、こっち行ってって上から。ああ、見つかるのか、そこで。ここでまっすぐ行ったらもう許してくれな。ちくしょー、リミットが、このリミットがさっきので最後だったのに、本当に。これでも途中で、待って、なんで青に来んの？待って、嘘、なんで青に来んの？どういうことあれ、カニが来ない、拡散弾も来ない、なんで、マジで、ちょ、どういうことしかもまっすぐ追いかけてくるタイプだし、どういうこと、待って、BGM はそうだけど、ウォーイエー、待って、どういうことどういうことだ、ちょっと待って、状況がつかめない。あれか、まさかの、今ね、実はね、仕事の合間から戻って、3時を過ぎてるんですよ。で、コンティニューをちょっとごまかし聞くかなと思って置いといたんですけども、うっそ、なんかコラボ期間って、なんと時間過ぎたら、あれか、カニ鬼が出てくるんじゃなくて、青鬼が出てくるの？マジで？そんなゲームシステム？マジか。うわー、しかもこいつ、うわー、危ねえ。こうやってずっと追い回すタイプだから、うわー、逃げ切れねえ。どうしよう、これクリアできるのかな？いや、これでクリアしたらどうするんだろう。うわー、取れない。いや。やばい、来るな。よし、来んなよ。で、こっち行ってって、ここで一回曲がってくるから、こっち、ゲッチュー。やーべえ、追い詰められた。さあ、でもここで、いいよ、よし、来い、オッケー、ナイスチェイスだよ、今のはナイスチェイス。今のは称賛されてもいい、今のは称賛で、早く、よし、早く、よし、この調子で、いいよ、オッケー、これで、取るぞ。いいよ、これクリアいける、これはいけるぞ。これでクリアしたらどうなるんだろう、でも、そのまま、クリアできるっていう判定なのかな。あーいや、今のが、ちょっと、ラストチャンスっぽかったけど、まだコンティニューは残ってる。まだコンティニューは残ってるから諦めるんだ。マジか、青鬼が、来たぞ。さて、おーい。今のちょっとね、かかと掴まれちゃったからね。やっぱね、足をね、掴まれると、人って走れないですから。さ、ということは、こっからちょっと、チェイス、
ス式の青鬼、本家青鬼みたいな感じでやっていくぞ。おら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 、あー早くしろ。うわー捕まった、やめろ、寄せ、うわー、やばい、コンティニューがもうない、コンティニューがそろそろなくなるから頼むぞ。よし、いいよ。で、ここら辺で来ちゃうから、ザ・チェイスの始まり。ここでやって時間稼いで、オッケー、遺跡の鍵ゲッチュ。で、ここで一回周回ってって、上から取った方がいいかな、きっと。そういうパティン。そういうパティンを行こう。ああ、なんでそっち行った、俺。なんで今そっち行ったんだよ。やばいな、コンティニューが。あと、これで、一回、これっきりだ。これで決めるぞ。これで決めるぞ、本当に。これでクリアできなかったら、俺本当にもう、コラボの時間帯終わっちゃうから、きっとこれで、終わったら、もう多分、どうなるかわかんないけど、おーいえー。はい。残念ながらクリアできなかったんですけど、これどうなんだろう、これ。終わったら。まあ、ペロスチャレンジが来て、鍵祭が来て、これ全部と長いな。さあ、これでやって、試練どう、あ、必要の試練以外なくなっている。どういうことだ、他のなんか、あれ、青の塔とかの試練もなくなっちゃうんだ。これ、そういう式なんだ。マジか。新しい発見だね。これ、コラボ期間が過ぎたら、必要の試練しかなくなるって、あ、データ更新来たね。まあ、そりゃそうだよな。ということで、まあ、こんな感じでデータ更新して、きっと、まあ、元に戻るでしょう。へえ、でも面白い。コラボ期間、あ、戻ったね。そうだね。さ、コラボ期間が終わったら、こんな感じになるということで、まあ、貴重な姿も見れたということで、こんな感じで、今回は終わりたいと思います。ごめんなさい、クリアできなかった。初めてだ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。悔しい。